同時フランチェスコ・フォスカリ像、ラッツァーロ・ロバスティアーニカク二人のフォスカリ、フランチェスコ・アイエツが彼の墓。フランチェスコ・フォスカリは、ベネツィアの元首。イタリアルネサンスの最盛期に原首を務めた。フォスカリが長くベネツィアを率いた当時、イタリア全土征服を狙うミラノ公国との戦いも、また長引いた。注目に値する戦勝を、次々と挙げながらも、戦争でベネツィアは、 多くの犠牲を払った。フィレンツェとの同盟後、連合軍は、フランチェスコ・スフォルツァ式のミラノ軍に打ち勝った。スフォルツァは直ちに、フィレンツェと停戦したが、ベネツィアは相手にされなかった。1445年、フォスカリの息子やコポは、増収賄と汚職の門で12人委員会に告発され、ベネツィアを追われた。1450年と1456年に、 他の二つの審理が行われ、ヤコポはクレタ島に流刑にされ、そこで死を迎えた。息子の死の知らせは、ホスカリを自身の務める政府の要職から身を引かせる事態を引き起こした。1457年10月、十二議員会により彼は辞職させられた。彼はこの措置に抵抗したものの、十二議員会に逆らうことはできなかった。十月三十一日、 新たな元首パスクアル・マリピエロが選出された。その翌日、11月1日にホスカリは死んだ。この出来事により、共和国市民の抗議が巻き起こったため、ホスカリは国葬の扱いをもって弔われた。バイロンは、ホスカリの一生をもとに、二人のホスカリを描いた。この作品を下敷きにして、ジュゼッペ・ベルディのオペラ。 二人のホスカリが作られ、1844年11月3日に、初演された。ありがとうございます。